そうなん、誕生日仕様ですね。これって何？誕生日の3日前とか、ん？ 3 日前、2日前だからなのかな。な、何日前までなんだろうね。こんばんは。リハお疲れ様でした。ありがとうございます。今日はそうです、リハをやってました。16歳最後の配信かな、多分そうなりますね。うーんかな。バイバーイって感じ。16歳。さやかパルコ、あーそう大阪行きたいねってずっと話してるの。ユニバに行きたいですよ。足は大丈夫？そう今日リハでねこけたの、びっくりした。もうなんかいつもこけないところでこけて、もうおおってなって、足ぐぎってなった。だけど大丈夫、なんとか痛くないので大丈夫です。あさってはお誕生日配信できます、できます、しますね。去年もしたよね、去年公演だったのかな。そうなんでかね、足ぐっきってなっちゃって隣にいたメンバーが大丈夫？ネイル、マニキュア？三角チョコバイ食べてないの？食べてないんですよ。こけら落としが終わってから食べるかなって思ってる。誕生日にケーキ食べたりする？誕生日は食べたいですね、さすがに、さすがに食べたいです。うん、なんかね最近ね甘いものを毎日食べないとなんか動けない体になっちゃった。チョコレート毎日食べたいってなるし、なんでだろうね。こんばんは。最近おいしいもの、あチーズケーキ食べました。ミスターチーズケーキのハロウィン限定なのかな、パンプキン味を頼んで、それをちょっと食べた。なんかね食べたり食べなかったりしてて、ちょっとなんかやばいから気をつけないと。ちゃんとね3食食べるっていうのを目標にしたいんだけど無理なんですよね、なぜかね。だけどこけら落としがあるのでやばいのでちょっと頑張る。やっほー、パンプキン美味しいよね。寒いよね、わかる、寒い。なんか一気に寒くなった。いや、バレちゃう。あーなんで毎日一食やん。あんにょあんにょ、アウターは着てないですまだ。うん、着てないかな、まだロンティー1枚とかかな。
ゆえるたんと呼び捨てで、ゆえるどっちがよき。うん、でもゆえるたんってあんま呼ばれないので、あのどっちも大丈夫。別にニックネームゆえるたんじゃないけど、いつの間にかゆえるたんってなんか一部の方から言われてる。韓国6度なの？寒くない？韓国ってでも寒いか。ラビリンス広告イベントどうする？まだ考えてないです。どうしようかな。レッスンシューズ何色？レッスンシューズ、ダンスレッスンとかの時はなんか黄色緑っぽい紐の靴。焼きそばいいな、食べたーい。タン感が強い。タンですか。ユエルって人出会ったことないよいないですいないですよ。そりゃユエルっている？いないよ。サクランボのトレーナーはこの間一回来たかな。でもね、その時まだ暑くて裏肝なんですよ、サクランボのトレーナーって。だからあのちょっとまだ来てない。やばい、なんか今眠すぎてさ、頭回ってないんだけど、ぼーっと喋ってる。ちょっと目覚ますね。ユエルっていう人いないかな。友達はね、ユエル、ユエル、中学の時はユエルって呼び捨てで呼ばれてて、小学校の時はエルって呼ばれてた。ユーなくしてエルって呼ばれてた。不思議だよね。最近気づいた、1、2時間ストレッチで足ばかしてる。えらいですね。足痩せしたいわ。マリアちゃん今日はあのさくらんぼのトレーナー、ロンティー着てた。エルって呼ばれてた。アキさんかな、エルタンって呼んでる時あったよ。エルタンって呼んでる時あった。痩せたくてたまらんのよ。だってかわいい。もう細いよ十分。出席番号前の方でした。 E だから伊藤なので、あ、出席番号何番だったかな。女子で2番だったかな。女子で2番。中学って男子と女子別々じゃないですか。で2番でした。皆さんにいきなり L って呼ばれて誰のこと言ってるかわからないので、別に変えないでください誰って感じで。なんか幼馴染ぐらいです、なんか L って呼ばれてたの。E だから伊藤だから出席番号2番。ずっと2番だったかもしれない、中学女子の中だったら。3番ないかも。2番ですね。だけどさ、出席番号早いの嫌だよね。でもなんか嫌だって言ったら、最後の方も最後で嫌だよって言われるの、最後の人って言うと。だからまあどっちもどっちだって感じだよね。
ゆえるって漢字いつから書けるようになった？小6ぐらいかな。でも本当にね、全然書けなかった。書けたとしてもなんか画数とかなんか汚かったかな。給食で好きなご飯、ミートソースパスタとか、あときのこ揚げパンとか美味しかったかな。最近の美少女感すごいね。嬉しい、とっても褒め言葉です。その言葉を胸に毎日頑張ります。サイン考えるのどれぐらい？なんかね、1日しかなくて考えるのが多分そうだと思う。なんか明日サイン書くから考えてみたいな感じで30分、1時間ぐらいで考えた気がする。そうだった気がする。でもなんかサイン変えたくて、変えたいって言っても別に変えるものがないから意味ないんだけど。そう、テストの時とか伊藤ゆえるって書くの本当にめんどくさい。絶対もう出遅れてる。多分ね、他の人と2分ぐらい、2、3分は絶対に受ける時間短くなってる。本当にめんどくさいの、伊藤ゆえるって書くのが。もうひらがなで書きたいぐらい。サイン付きの CD がまだ届かない。何のやつかな、ニコ生かな。いや本当にね、書けないのよ。推しにも負けないぐらい可愛いです。推し誰なんだろう。気になる。ひらがなで書きたいんですよ。もうめんどく、もう何、本当に画数多いですよね。もう中学校の時ぐらいからずっと思ってた。生写真届いた？届いた方もいるのか。ありがとうございます。皆様、生写真ゲットしてくださって。画数多い方がかっこいいのかな。どうなんだろう。伊藤ゆえるでしょ、長いんだよ。ゆらのちゃんが YouTube 始めた。そう、始めたんですよ。可愛いですよね。大好きだから嬉しい。なんか最近いろんな芸能人の方がさ、 YouTube 始めてくださってる、始めてくださってるっていうの、始めてるから嬉しい。見ちゃう。英語で書く方が楽。そうなんですよ、英語で書く方が楽。伊藤なんてすぐだもんね。名字五角しかないよ。五角、五角って少ないね。劇場オープンおめでとうございます。ありがとうございます。もうあれ、あ、当たったとかあるのかな。英語だとね、書きやすいです。ハラミ好きです。
ハラミ美味しいよね。わ、焼肉行きたい。焼肉行きたくなってきた。何角あるんだろう伊藤言えるって。数えたことないから分かんない。間違えそう。焼肉好きです。嫌いな人いないよ。嫌いな人いない。もつ鍋食べたいね。呼ぶとき何でもいいですよ。わ、カニ食べたいね。カニいいな。珍しい名前なんだ。あ、じゃあ珍しいってさ、なんだろうね。珍しい名前の人いるかな。いるのかな。タン好き。タン食べたい。はタンとカルビが好き。カルビ好き。ハラミも好きです。ホルモンも好き。もう全部好きやんってね。好きですね。ウニ好き。美味しい。ウニ美味しいよね。カレーパン、カレーパン好きだよ。抜群のスタイルをキープしてるのはどうやってるの？キープできてないから。あ、でもいい意味で増えてない。なんかキープって難しいよね。自粛期間踊ってなかったから、そう、なまってそうからとか。でも最近、最近というかリハで結構踊ってるからキープって難しいよね。わかる。でもやばいからちょっと気をつけなきゃ。嫌いな食べ物？嫌いな食べ物ね、今ないんですよね。キノコ苦手だったんですけど、食わず嫌いだったのかわかんないけど、めっちゃ好き今。全然食べれる。めっちゃ好きなんですよ。サイドステップ難しくないよ。簡単簡単。キノコ美味しいよね。虫は？虫、虫は？虫は苦手ってことかな。虫なんか種類による種類による。なんだっけ、この間なんかでかい虫出て、もうちょっといい。雲は無理かも。なんか飛ぶじゃん雲って。雲無理かもな。リセットコインフルで踊れるスタミナある。でも多分もう忘れてる。今日ね、かえちゃんとね、なんか覚えてるみたいな話になって、なんかなんだっけ、夢の鐘をなんかやってみようよみたいになって、全然無理だった全然無理だった。カメムシ、カメムシ無理かも。緑系無理なんか色ついてんの無理かもしれない。わかる？なんか無理。緑の、そう、案外多分音鳴っちゃえばできる可能性ある。ゆるちゃんのダンス好き、ありがとうございます。緑系無理かもしれない。うん、そうそう、緑系
緑ってでもそんなにない。芋虫とか緑って無理なんですよね。なんかうわってなる。この間見たの久しぶりに。いやバッタとかそのカマキリとかも無理。もう無理無理って感じ。無理。カメムシ無理だよ。無理無理。公園の見どころちょっと言ったらいろいろ言いそうになるからお楽しみに。という コオロギ無理かも。うわでかいの無理。ナメクジはいけるかな。まだ触るのは無理かもしれないけど、なんだろうね。え、なんか冷静になってる時は全然退治できちゃうの。この間も朝起きて、もう朝一ですよ、もう全然目覚めてない時にタオルを取ろうとしたらタオルと一緒になんか手にバッてきて、だけどコンタクトをつけてないからもう、しかも朝一だから見えないわけで、でこうやって近づいたら虫、なんかこんぐらい長い虫がなんかトカゲみたい、小さいトカ、違うトカゲじゃないわ、小さいムカデみたいな虫がね腕に乗っかったの。乗っかって落ちてえみたいな。でもその時はもう何も声発さないで、なんか冷静にティッシュでパッて取ってなんかかっこよかったその時の自分全然平気だったその時は。なんかね、時と場合によるんだと思います多分。でもなんかもう嫌だった。朝一ちょっとやめてもらいたい。朝一ダメだね。なんかもう歩いた感じあったのここに。でホコリかなって思うじゃん、見えないから。でこれで手振ってで落ちて近づいてみたらなんか足あるし、もうやーって感じ。もう朝一やめていただきたい。出るならなんかもう昼とかにして、本当に朝一あかんよマジ。なんかムカデなんかな、なんか見たことない虫だった。細くてなんかようわからん虫やった。わ、 G 無理です。 G この間道端で見つけた。道端なら平気なんだけどね、家にいられると困る。え、いないよね、マジ怖いんだけど。やめていただきたい。でも腕に乗っかった瞬間鳥肌立ったもん。え、虫いける方なんですよね。でもえ、ダメ、本当に無理な人だったら、だってもう退治とかできないじゃん。無理な人よりはいける方、なんか中間ぐらい、中間ぐらいかな。だってね、虫っていうのかな、昆虫なんだっけ、ヘビ、ヘビトカゲなんだっけ、名前が出てこない。ヘビトカゲいないな、そんな。でもなんか学校で小学校の時になんかヤモリじゃなくてヤモリのもっと可愛い感じいるよね、ヤモリの可愛い感じみたいな。 G は無理よ。カナヘビだ、懐かしい。カナヘビ、カナヘビね、なんか小学校にいっぱいいたんですよ。でカナヘビは全然触れた、かわいいねって言って触ってた。カイコとかも飼うじゃないですか、小学校4年生ぐらいかな。カイコも全然平気だった。カナヘビ懐かしい。
なんかね、いたんですよ、かな、家にじゃないよ、教室で、なんか校庭とかにいっぱいいて、教室で飼ってた。蛇飼ってない。爬虫類無理ですよ。でもカナヘビってでも爬虫類だよね。カナヘビ平気だったんだよな。カエルとか無理だもん。うっ、想像しただけでちょっと、なんか小さいのだったらできるけどでかいの無理。でまた小学校の話になるけど、小学校の頃にカエル飼ってたんですよ。え、飼ってたって、教室でですよ、授業、家じゃないけど教室で飼ってて、もう本当に嫌だった。男の子が飼ってて、もう嫌って感じ。え、でもヘビ首に巻いてみたい。白ヘビだっけ、なんか金運上がるんだっけ、こうなんか上がるって言いますよね。やってみたい。土曜日ネイル買いに行くのいいな。見せてね、買えたらどっかで見せてね。うわ、コオロギ無理。コオロギってなんかあんま分かんない、あんま見たことない。本当にいい大人ですね。ありがとうございます。大人だなんて、まだ16歳です。ヘビね、ヘビでも見たことないかもしれない。そんな見る機会なくない？だってヘビでしょ。ないかもしれない。どうなんだろう、ないですね。カエルとかはあるけど、カエルってたまにさ道路にいるよね。うわっ、鳥肌立った。だって潰れてるの見たことあるもん。スズムシ飼ったことないかもです。最近タピ活してない。カエルな、カエルってなんか雨上がりによく出てるイメージ。雨の次の日とかいるんですよ、カエル。思い出しでちょっとブルってきた。これネイルっていうかね、あれなの、マニキュアなの、自分で塗ったの。ネイルしたいんだよね。マリアと呼び捨てしたことある。マリアちゃんって呼んでる。ちょっと呼び捨てはちょっとしてないかな。色変えるの意味あるの？だってそれ言われるとなんか困るな。気分で変えただけなんですけど、それ言われるとな。この色ね、めっちゃいい、かわいい。前の色飽きたの。前何してたっけ。くじいた足。大丈夫です、多分大丈夫。捻挫とかあんましたことない、あんまっていうかないかもしれない。デザインか。ワンカラーも可愛いよね。なんか私もネイルしたいんですけど、なんか秋だからベージュとかな、ベージュ、そういう秋っぽいのにしてみたい、したい。茶色とか。色似てる？おそろっち。
色変えるの意味あるよね女の子意味あるよね、可愛いよねネイルって。定期的に、これ久しぶりになりました。あ、マットネイル可愛いね。マットネイル、マットにもしてみたい。爪綺麗、ありがとうございます。こんな綺麗じゃない。セータンティーの色、セータンティーの色、緑っぽいやつか。あれ夏休みにやってました。あの色も可愛いよね。私が最近ハマってる色がその色。そう、取れるよね、マニキュアって取れちゃうからね。マット聞くと顔が白い人浮かぶそっちは違うよ、そっちは違うね。イエルちゃん笑顔で見ると僕はいつものイエルちゃんの笑顔の真似をしようとして。すごい、ありがとうございます。おでんの卵好き。あ、おでん食べたい。さやまるが長電話してるらしい。さやまると先週したかな、先週電話しました。あ、先週、うん、した、先週だね。あれ、そう、黒だと思ったでしょ、セータンティー違うんですなんかほんとね、ギリギリまで悩んだろ、何色がいいかなって思って、なんならその緑っぽい一色でもいいかなと思ったけど、結局白にした。スマホの待ち受け、今何、可愛い女の子、可愛い女の子にしてます。メールの桜物のテイストがいつもと違って新鮮。いつもと違うやつだったからかな、いつものブランドじゃない。そう、あさって誕生日なんですよ。もうやばくないですか、もうって感じで。もなんか実感ないんですよね。でもだからといって去年もなかったけど、ない。餃子じゃない、もう餃子は前、私定期的に買いちゃうんですよ待ち受け。なんか直接会いたいですね。まず最初は劇場オープンのやつ当たった方と会えるんだね。誕生日ケーキ何食べる？うん、何だろう、何でもいいかな。いや最近はちょっと餃子にしたら食べたくなるから、もう最近ご飯のことはあんま考えないようにしてる。16歳早かった。そう、餃子だったの。餃子の待ち受けでしたね。会いたいですね皆さんと。新しい劇場のおすすめのポイント、おすすめのポイント、なんだろうね、なんだろう。しげさんに会えましたか？会えました、今日も会いました。制服ディズニーいいね、したい。エールちゃん欲しいなってから、初の生誕祭来たかな。うん、来てね、もしあったらもしあったら。16
17歳。17歳って何があるんだろう。なんかもう怖いんですけど、何があるかな。17歳か。でも高校3年生になっちゃうのもね、やだな。餃子の待ち受けは狭山がショールームでて、そういうこと、なんで知ってんだろうと思って、そういうことだったのか。私言ったのかな、言った覚え。あ、餃子の待ち受け、そうだったっけ。そう、 LGK なのないね、やばいよね。え、やだやだ、え、やだよ、やだって言っても別に何もやってないんですけど、なんか何もないけど、何もやってないからこそなんかやりたかった、いろいろ制服着て遊びたかった。高2楽しくないよ別に。もう学校やだもん、めんどくさい。こないだ本当遅刻しそうになって本当に危なかった。もう授業嫌いじゃん。授業好きな人っていなくないですか。だって。狭山推しの友達に待ち受けの話聞いた。何それ、そんなに？ちょっと恥ずかしい。餃子恥ずかしい。LJK はラスト JK です。留年はしたくないな。寝坊しそうになって、でも間に合いましたよ、全然。全然間に合ったんですけど、あの、いつも髪の毛、まあアイロンとかするじゃないですか。アイロンを何もしないで、もう前髪も何もしないで、そのまま家を出ました。なんかね、あの、なんだっけ、目覚まし止めちゃったこと忘れてて、で、見たら、やっばみたいな、家出る30分前とか。全然寝坊じゃない、これ。でもいつもね、1時間ぐらい準備に必要なの。ご飯とかも入れてね。え、でも、あの、運よく寝癖なかった、全然。今も別に前髪がほんとこんな長いとかわけじゃないから。前髪別にセットしなくてもいけるぐらいだったので平気でした。寝坊した時って謎に行動早いよね。なんかさ、謎に何、目パッて覚めるし、なんか行動早いし準備早いし、おおって感じ。でも授業中眠たかった。寝坊したら学校サボるタイプ？あかんやんか、それはダメですよ。寝坊したらサボるタイプか。うわ、私焦っちゃう。どうだろう。中学の時とかどうしてたっけな。寝坊でも全然なかったかもしれない。寝坊なんか結構時間に厳しい学校だったから寝坊なかったかもしれないかな。そこはちゃんとしてた。ここはちゃんとしてた。学校の掃除感はちゃんとするタイプ、ちゃんとするタイプです。それとはちゃんとします。朝はね、弱くはないんですよ。強いタイプだと思います。起きれる、本当に眠いっていう時ぐらいかな。自分で電話しなさいよって。そうだよね、お母さんが電話するもんね、あれって。そうなんだよ、なるよね。そうって、懐かしい、そういう電話とか。
校はサボっちゃいけませんよ。ドッジボール強くない、なんか永遠に逃げてる側です。ボール持たないで永遠に逃げてる人で、謎になんか残っちゃうみたいな人です。自転車のチェーン外れて遅刻した。自転車登校いいね。そう、学校はね、親がね電話してくれるからね、大変だよね。そう、時間はねちゃんとしてたけど、なんか朝練とかもきつかった。大学1限しかないの行かなくて1日休みでした。ダメじゃないか。まあまあ、でも休むときは休んだ方がいいからね。日曜日なのに登校しようとしたことある？ああ、ある？ないかな。私日曜日は部活があった。試合の日とかはめっちゃ朝早かったから、もう本当に辛かった。今何時？ 33。 そろそろ終わろうかな。お仕事戻る。いってらっしゃい。友達に怒られる。楽しそうだね。なんかそろそろ終わろうかな。団長読みますね。団長じゃない、ランキング。13位万蔵ですが何かさん、12位くじまさん、11位久保田さん、10位ゆたかさん、9位原始人さん、8位レモンジュースさん、7位なんちゃって寿司職人さん、6位ガオちゃんさん、5位コバコバコバヤンさん、4位コウジさん、3位シマシャキさん、2位古川さん、1位リドルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、そうだよ、歌唱力あるじゃないですか。私出てないけど、あの見れる方はね HKT が出るので、私歌唱力の見るの好きで、いつも見て、毎年っていうかある時見てるんですけど、見ましょう。ではでは、見てくださってありがとうございました。今日割とご飯の話しなかった気がする。バイバーイ、おやすみなさーい。